ということで、まあ、はい、今が全体的な印象で、その次、特に印象に残ったこと、まあまあもう好きなみかも分からへんけど、僕はやっぱ最後やろ、ね、ああさっきも言ってはったね、うんうんうん、ここのやっぱりあのファンがみんな家族やん、あそこやね僕はやっぱり僕今もやっぱり一人ですけど、うん、あのやっぱり10代が家族やと思ってるからね。え世の中の10代の女の子とか、ああいうとこはな、そういうの思ったらええのに。なるほど。やっぱり印象残りました、ね、まあそうですね、やっぱり、まあ、あの映画の流れ的に言ってね、やっぱり特に印象って言われると、やっぱりその最後のところっていうのはすごく印象に残ると思うんですけど、僕がね、実はその最後も確かに印象に残ってます。で自分の本当に最後をその主人公のランディが自分の居場所としてその孤独というのを感じてね、自分の居場所はここなんだっていうのを見つけたというところ、あの改めて見つけたという改めてここなんだと思ったっていうのがね、やっぱりそのエンディングのところに出てますし、それは印象に残るんですけど、僕ねその前にやっぱりね、さっきちょっと言いましたけど、娘とね、まあ僕も同じ状況なのでもうほとんど、まあ、疎遠状態ですよね、でそれはさっき ST さん言われたみたいに僕は当たり前やと思ってるんですよ、自分がねそうしたらそれはもう自分の責任やし、でその中で一回会いに行って、で、その後ね、1回目の時はすぐに追い返されて、で2回目プレゼントを持って行って、でそこでまあちょっとこう、親子というのを、まあ、娘の方もですねそれをこう感じて、で食事に行く約束をして、で3回目の食事の時に、ランディはお酒を飲んだりちょっとドラッグをやってみたいな、なんかそんなんで、まあダメ、すっぽかしたとっていうのを娘からすると今までと同じことを同じように繰り返したという状況なんですけど、まあそこはね僕ね、まあそういうすっぽかすとかいうのはあんまりないですけど、僕自身ね、まあ、言うたらもう本当に自分勝手に生きてるわけですよ、うん、やりたいことやってとか、なんかそれでね、要は家族を犠牲にするとかっていうのがあるわけで、でそういう人ってね結局そこに戻るんだと僕は思ってるんですいやね、もうねそこはね馬野さんと被るわ、あやっぱり好き勝手に、うん、本当に好き勝手に生きれてるっていう部分ね、うんうんうん、まあそれはね僕はねやっぱり結局それが人の性やと思ってて、性分やと思ってて、もう覆すことのできないものって何かはあると思うんですよ、改めてより良い人生生きよう思って頑張るのは当たり前なんですけど、でもどうしてもできないこと、うん、ダメとか周りから見たら何してんねんって言われることでもその自分を受け入れるしかないみたいなね、で僕はそのあの映画の中でそのシーンで思ったのがやっぱり、あこういう生き方する人間にはあの映画であれでもうまくいったらそれはそれでなんかいいよねってみたいなものになるんですけど、でもねあれ見ててね、うん、僕はあれで、うん、やっぱりそうなるよそらっていう、あのいやだってあなただもんってそれは自分に置き換えてやっぱ思ってるわけですよ。だから僕はあのシーンっていうかね、あそこの部分というのはすごく印象に残ってます。
なのでまあその分やっぱりそれが印象に残ってるのはね、僕自身もねやっぱり娘とこうね、会って普段からね会ってっていう気持ちがやっぱあるからだとは思うんですけど、でも僕は会ってはいけないじゃないけど、なんかそういうのはやっぱりこう自分の中でね思いますね。もうそこが結構ね僕の中には印象に残ってるんです。まあ、そういう人はそうやねやろなっていうのは分かるわね。確かにああなるやろなと。僕も全部娘やねんけども、娘やからあかんんですよ。娘に対してはああいうことは絶対しないで誓ってるから逆にね、あれですか、それが全部10代の女の子に向かってるわけですか。あのね、普段は向いてるだけで男の子やったら噛めへんのですよ、息子やったら。あぶとかいうのが、あの息子やったら、はい、ああいうふうにすっぽかすいことはありえるやろうなと思うんですよ。ああ、はい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 、うん、あのそのすっぽかすっていうことを娘さんにはしないっていうことですね。まあまあ、それはでもあの基本娘であろうが息子であろうが人としてやったらあかんじゃん、今のそれ。なんか同性やったら分かるとこあるんですよ。まあ、その理由がね、その理由がまああの理解はしてもらわなくてもまあまあしゃあないなと思ってもらえることは確かに息子と娘では違うかもわからないね。なるほどね。まあ僕はだからもう本当にね、まあ本当にね環境的には僕ずっと孤独っていうか一人なんで、あの娘息子はいますけど会うこともないしという中で、まあでもね、それは自分が選んだ道だからというのは言い聞かせてる時期が、そのさっきちょっと言った42、3ぐらいの時、は言い聞かせてました。でもね今はね当たり前やんけと、自分やから何をそんな甘っちょろいこう孤独だなんだっていう、またそれあらかん超えてアフターぐらいになったらまた変わんのちゃう。いやそれは分かりません。だからね今僕もまあ体とかやっぱりね、いろいろ、悪いところとか、まあ、そういったヘルニアとか元でねなかなか、こう五体満足な生活が日々できてるかというとそうじゃないし、で特に今ねコロナとかねこういうコロナ禍の中でそれは一人で、まあ、よく問題になってますけど孤独死みたいな、一人家の中でねっていうこともあるかも分かりませんけど、それはそれでね今まで自分がそうしてきてそうなってるからね仕方ない。そう絶対ありますよね。だからもうそこはねもう今だから今の自分としてはそれも含めてで、そのこの映画のねランディが最後、その昔のまあ言うたらこう記念となるタイトルマッチの相手と、20何年ぶりかな、で、そのリマッチをしました。でもうそれってもう医者からは絶対止められてるんで、まあ、もう命に関わる可能性大なわけですよね。でもそれを選んでその時にそこが居場所やと、自分のここが居場所やと、の中で、まあ最後ね映画の終わり方もねあのロープに上がってランディがその相手にジャンプしてるところでフェードアウトして映画終わるんですよね。だからその後どうなってるかは分からない。まあ基本的にはなくなってるやろうなを流れやったけどね。まあだからそういう意味ではこの前のね前回のねあのインプレッションのあの映画と一緒で最後どうなってるっていうのはまあちょっとねあるかなというのはありますけど、僕はそういうところってあまり本当に気にならなくて今回は、
もう最後やっぱりああいうふうにこう思って、で、命を落とすかもわからないというところを覚悟して、でも自分がいる場所はここしかないんだからというので、それをやった、試合をした、で命を落としてるかもわからないというのは、僕も多分そうしますね、うん、まあ絶対、うん、絶対そうやわね。僕はあれはもう間違いなく死んでると思うから偉いと思うからいや僕はね、一応今はねその覚悟はしてるつもりなんです。だからそれはもう今まで自分がその道を選んできた結果、最終のね覚悟を持たなあかん覚悟ってそこだと思ってるんで、だから、そういう意味ではあのラストのシーンとかも僕の中ではうんっていう感じの終わりですね。だからそれが立派とかなんかすごいとかっていうよりは、うん、よし、そうだろ、そうだろ、そうだろっていうそんな楽しみは当たり前よまあでも実際自分がね、そうなった時にどうなるかは、さっきもね言いましたけど、どうなるかは分からない、それは分からない。でも今の自分としてはそういった気持ちを持ってるかなというね、うん、なので、まあまあそういうところでですね。で、はい、3つ目、これ一応某サイトのね、ストリーミングサイトの、レンタルでした。有料でうん百円ですけどね、かかりましたと。その値打ちはありましたかという、あの別にこれね、僕400円なんですよ。はいはい、その価値はあると思いました。ああなるほどね。これ1000円とか言われたらね、うん、これでレンタル1000円かよみたいなけど、400円やったんで1000円やったら見ません。まあ、その自分が選んで見るか言ったら見ない映画なんだよね。ああなるほどね。うん、あだから例えば100円であっても、うんうんうん、ま、ミッキーロープしか知らんしね。ああ僕はね、まあまあ今回そのね、レンタル料というのは、まあ、僕は安いと思います。で1000円でも見ます。はい、多分2000円でも見ます。まあどんなんかわからないという状態で見るかって言われるとちょっとあれですけど、今一回見ましたと。でそこで、もう一回じゃあ見たかったら1000円払いなさい、2000円払いなさいって言われて、僕は2000円でも見ます。まあ3000円になってくるとちょっと考えるかも分かりませんけど、ただまあそういうのをね、僕はそのそれって人のやっぱり価値観じゃないですか、うん、なので、まあいろんなその評価があっていいと思いますけど、ここはもう有料レンタルでその値打ちあるかって言われたらあるし、別に勧めますと、うんうんうん、ただ自分としてもう一回これ見ろ言われたら見ません。あもう一回見たから。一回見ただけですか。一回見ただけで大体想定通りに進んだから、うん、あなんか、こうなんのっていうのは一個もなかったから。ああなるほどね。そういう意味ではこう自分が思ってることをこう裏切ってくれるみたいな流れは、うん、なかったかも分かりませんね、そのストーリー的にはね。うん、まあでも僕は実は2回見まして、あれ48時間ですよね、レンタル、はいはいはい、実は2回目のレンタルしましたあそう、はい、もうこれやったらインプレッションの方が見たいわ。ああそうですね、まあ何て言うんですかね、その映画を見るというより何かその時その時のやっぱりその空気感流れみたいな、その雰囲気みたいのをもう一度こう自分なりにね、
ちょっと味わいたいというか。で、まあ、要は映画を見ながら自分生きざまが持てんねんて。え、生きざまが思わぬさいね。いや、あのね、だからあの、うん、映画を見るというよりもその時に自分がそこにいる感覚で見る感覚、うん、で、そうそう、シーンで言うとね、最後のシーンの、その試合をする時にあのキャシリーっていう女の子がね来てて、でそれで、その試合が始まってすぐぐらいにもう見てられなくってその場を去る。でカーテンがこうある隙間からこう見てたんですけど、ランディはそこにいることを知ってて、で、試合が始まってすぐにそのカーテンがポンと映ったシーンがあったでしょ、うんうん、そこにはもう彼女はいないわけですよ、はい、うん、あの時の寂しさがなんとなくね、うん、あのやっぱり見てて欲しかった。それはその前に彼女がもうランディはもうみんな離れた、誰もいないと、でも私がいるというふうに彼女が言ったわけですよ。それを多分彼は気持ちのどこかにこう置きながらそれをエネルギーとして最後の試合やったと思うんですけど、あの隙間から彼女が消えたところを見た時の孤独感というか、ひょっとしたら絶望感なのかもわかんないけど、なんかそういうのを想像すると、辛いなっていう気持ちがね、僕の、まあ、そこのシーンは確かにそう、うん、僕の中には絶望感的な感じは受けるやろなと、うん、っていうのがねちょっとこうあって、そのシーン的には僕はそのシーンが一番印象に残ってるんですね。あの別にどんな意味があるか分からないですけど、自分なりになんかそういうふうに思ってしまえた、しまったっていうね、うん、そういう意味ではすごくあれやと思いましたね、うん、確かにあそこはありましたね、うん、ちょっとねあれは多分心すごく折れるよねっていうね折れるけど正解やで女性立場から取ったら正解やで、そこ、うん、まあまあそれが多分そこで何かね、ちょっと映画監督とかね、その制作側の方からしたら、いろんな思惑があったのかもわからないけど、まあ、僕はもう一、まあそのね、ランディの中に自分が入ってしまってる感じで見ると、あのシーンパンッと映った瞬間に寂しいって思いましたよ辛いって思いました。でそれがやっぱり人ってっていうもんやろなって思ったんですよ、うん、何をどうこう言おうが、なんかこう僕もさっきから言ってるんだけど、覚悟してるとか、なんか一応前のことを言ってるけど、人間ってそんな強いもんじゃないんでっていうのもいろいろこう思わせてくれる、考えさせてくれる映画で、その映画を見てると自分も自分自身をこう見直すことができるっていう感じの映画だったと。そこはまさしくあれね、ちょっと一回自分自身を振り返れるとかね、うん、内容は違うけどね、同じような経緯辿ってるとかあるから、そうそう、だからそれがやっぱり今やからね、この年齢で、まあ、こういう、まあ、僕の、まあ、今までの人生のね、流れっていうか、その人生の道をこう考えると思うと、まあすごくそういうふうにこう感じることができる映画であったと。まあこれ若い時やったんで、さっき言わったみたいね、どうかな、何これ、なんか全然、なんかこの映画は全然違うような気がする。うん、そうですね、そういうふうに今見てるのと見る人によってやっぱり全然違うでしょうね、うん、うん、はい、ということで、はい、今回、まあ
レスラーというねミッキーローク、まあはい、ミッキーロークさんってあの一時期ね、この映画って本当にこれミッキーロークが復活したと、言われた映画で、まあでも実際何もミッキーローク自体は変わってないんですけどねあのもともと途中であの、まあ、お父さんかなんかがボクサーでしたっけ。そうですよね。で彼もボクサー、そうあの、ね、小さい頃はボクシングとかそのやってて、で俳優になって、で俳優でちょっと売れて、でその後ボクサーになってるんですけど、まあ、ボクサーの時は結構ねマスコミとかねいろいろ叩かれたりとかね、で俳優としてもなんか鳴かず飛ばずみたいな感じで、まあ、彼自身の人生にもこの映画はこうあ、まあ、流れ的に一致してるっていうようなねそんな感じでしたけど、まあ、はい、あのということで第2回目のおすすめはできますから、はい、そうですね、あの皆さんも見てください。そうですね、あのぜひ見ていただきたい。年寄りは見てくださいよ特に。あ、そうそうそう、だからちょうどね我々の年代ぐらいですね、還暦ぐらいが見る映画のような気はしますよ、うん、もう今回のこのね我々アラカン親父のこのトークネタとしてはね、うん、ちょうどこうぴったりのあのネタ映画だったかなというふうにそれは私、そうですね、私も思います。ということで、はい、どうもありがとうございました。そしたら皆さん第3弾を第3弾ちょっとあのこのリモートでこういうふうにできるんやったらそのちょこちょこっとこうできるでしょ。あ、全然できます。だから見る時間なんですよ。あのまあ映画を見てっていうのと違うパターンのやつもね、違うパターンやったら、またはい、はい、ということで、はい、またいろいろ企画していきます、はいはい、どうもありがとうございました。あのコロナには気をつけてくださいね、はい、お互いはい、どうも、どうも失礼します。